こんにちは、沼です。アナザーエデンやっていきます。今回は、アナザーエデン時空を超える猫バージョン 1.1、二人の騎士と祈りの魔剣、外伝ですね。行きたいと思います。いやーもうめちゃめちゃ楽しみにして待っておりましたというところですね。で、外伝の概要が、ニグランス騎士団の間である傭兵の噂が流れている。紫色の髪をした女剣士、その名はディアドラというところで、黒い噂ね。なるほど。祈りの魔剣だけが静かに時を待っていたと。で、王とユニガンの門番から本外伝のクエストを受注することができますということで、今ユニガンに来ています。で、主要人物ディアドラと魔剣士を名乗る謎多き女性。剣使いですね。で、ガチャ会がおそらく先に出ると思うので、今回は剣士格闘家という感じみたいですね。で、これを、クエスト報酬をクリアすると、ごめんなさい、クエストをクリアすると、ディアドラの星2と石で2話をクリアすると、クラスチェンジ3。バリアブルチャント2、クロノスの石20。で、3話まで行くと、星4になり、バリアブルチャントがレベル3、石っていう感じみたいですね。で、あとは、地下迷宮のいずれかの難易度を攻略することで、地下迷宮の魔力を獲得できます。で、シナリオに関連したキャラクター、アナベル、ネロ、ソイラ、ミユがパーティーにいると、地下迷宮の魔力獲得量が増加しますと。で、地下迷宮の魔力を一定以上獲得するごとに指定の報酬を獲得することがあります。ああ、なるほどね。あ、こういう感じなんだ。お！夢読みの書。ちょこちょこありますね。なるほど。じゃあ頑張ってくださいということですね。で、今ちょっと見えたかもしれないですけど、ソードマスターの書ありましたね、今。いや、これは、ここまでは行って、なんとか主人公のクラスアップをしてください的なイベントなのかな？という感じに見受けます。で、ただもうこれ夢読みの書3つかな？はかなり大きいと思うんで、まあどういう感じかわかんないですけど、この得点がね。まあ頑張ってやっていきたいなというところです。で、新たな出会いに、アナベルとネロが追加されてますと。ぜひ、まだ僕のガチャ回見ていない方、見てくださいと。そうしないと今回、つまんないことになるかもしれません。で、他のアップデート情報も来ていますので、ぜひぜひ見てくださいと。今回はストーリー重視でいきますんで、さっとここのあたりは流していきます。で、今後のアップデートで、5月下旬で夢読みの書、必要数の軽減があるみたいですね、というところです。で、そうか。まず、ここで僕がしたいのが、アナベルちゃんですね。のレベルをめちゃめちゃ上げます。めちゃめちゃ上げます。ガチャ回の時に上げれればよかったんですけど、もうすっかり上げ忘れていて、当たったことが嬉しくて、何にも上げてませんでしたと。で、ある程度、この、ダンジョンにね、連れて行きたい。まあ、連れていけるようにしたいかなと思ってます。いくつまで上げれるんだろう。50くらいまで上げてくれば十分かな。多分。ということで、一気にアナベルのレベルが50になりましたと。で、アビリティボードの解放と、あとは装備を整えて戻っていきたいと思います。一旦ここは長くなるのでカット入れます。はい、ということで戻ってまいりました。装備を整えたのと、ステータスがレベル50でこんな感じですと。あとはスキルに、ちょっと待ってください。ガーディアンソウルとエレメンタルウォールの守り系をつけておこうかなと思います。で、スキルを見る限り、こう全体攻撃がホーリーセーバーのみなので、まあ、攻撃に回るというよりは、守りのキャラなのかな、という感じはしますね。まあ、こいつと、マリエル入れておけばかなり守りは硬いです。あとはボス戦の方が向くかもしれないですね。
見ている感じはね。ということで、早速行きましょう。マケンシーディアドラ第1話と。騎士団の中で帰りの遅い一団があるらしい。どうやら黒い噂の絶えない曰く付きの傭兵が関わっているようだが。君は魔獣王を討伐したアルド殿では。中規模の、なるほどね。レベル28ですからね。ああ、なるほどね。紫色の髪をした女剣士がいるはずだ。ほう。邪法にも手を染めようとしているとか。おそらく攻撃力、まあ攻撃魔法力の高い剣士にはなるかなって感じがしますね。アナベルちゃんが結構守りのようなイメージがあるんで。で、火力出現だっけ？うん、いますね。これだったら、フライいらないんじゃない？とりあえず今。もう一人、ソイラ連れてく？ちょっとソイラ連れて行きましょうか、じゃあ。一応ちょこちょこはレベル上げてたんでね、僕も。ソイラ。ソイラ、はい。この章は大丈夫でしょう、間違いなく。立ち絵が可愛い。攻撃力はそこそこですね。そして左利きっていう。ミーユはレベル上がんないからな。お、一応シオンがいますけど、今回はストーリー重視でいきましょう。あ、いるいるいる。めっちゃ可愛い、こっちも。ミスミス逃すと思ったか。なるほど、全く手つけられない感じですね。隊長もかっこいい。確実にチームワークを乱すやつですね。呼んでやる、呼んでやるよ。お、やばそう。お、懐かしいっすね。死なばもろともだ。なるほどね。魔剣はここで出てくるわけですね。逃げた。みんな逃げた。うん、ディアドラちゃんも左利きですね。まあ、通常攻撃で十分にいましょう。第1話、第2話で苦労することはなさそうですね。ギャー。お、
そーら、久方ぶりの地層だぞ。むさぼれ、フェアウェイやれ、フェアウェイで。かっこいい。めっちゃ星5になってほしいな。うん、なるほどね。じゃあこの剣の力を取り戻す感じの旅になるのかもしれませんね。負けに本来の力を取り戻すことだ。いいやつなのかな、ちょっとわかんないですね、今のところは。とぼけた顔しているが。そうだね、いいツッコミだね。ああ、こういう感じで仲間になるんですね。ゲスト加入。じゃあ使えるけど、ずっと仲間にならないのかな？どうなんだろう？で、これ多分星2ですよね。どういう感じでいるの？ここにいるの？まあ、星2でしょ。一番右？いないや。はい。じゃあ帰りましょう。で、あそこか。誰かのキャラクエできる。あれ？この辺にいたんだけどな。おお、絡んできますね。聖騎士様は今日も潔癖でいらっしゃる。これがもう本当にタイトル開始ですね。二人の騎士とと祈りの魔剣と。なんだこの空気。ソイラも絡んでくるみたいですね。いや、ちょっと無理して入れる全員。私としたことがらしくないことをしました。やばい、めちゃめちゃ仲悪い。めちゃめちゃ仲悪い。結果主義みたいですね。ただちょっと言い方とかってありますからね。ソイラ。ソイラはめっちゃ悟ってますね、いろんなことを。なるほどね。うなり声。
うん、そうだね。何か怪しいね。うん、じゃあ連れてった方がいいかな。なんかイベント変わりそうだな。もう一人、辛いな、正直でも。ちょっと辛いな。ちょっと無理しすぎだな。このショーは多分大丈夫と思いますけど、全員連れてっても。ちょっと無理しすぎな気がするな。他は何もなしと。お、後ろの立ち絵ですね。ふむ。ああ、なるほどね。じゃあ、これをクリアするのって感じなのかな。金銀財宝、恐ろしい化け物。工場地下は広大であるということだ。勘がいいな。行きましょう。ん？敵かな？めちゃめちゃ強そうな足音するけど。自走回路で見たな。おお。あ、花見でしょ。大丈夫かな？勝てるかな？窃盗狂みたいになってますね。強い。そうだね。皆さん気を引き締めてください。じゃあしっかり倒してあげますか。これで十分でしょ多分。あー、そういうことね。今ボーナス入ってましたね。後期じゃあ入れた方がいいな。多分このステージはゴリ押せるような気はするんですけどね。マリベル入れといた方がいいかな。これはいい感じるぞ。なるほど。やはり結果主義ですね。帰るのかな。なるほどね。どう展開していくかもすごい気になるところですね。なるほどね。じゃあそうか、入れた方がいいのか。まあシュゼットだな、外すなら。ネロ、ネロ、はい。で、ミーを入れましょうか。さすがにレベル1のキャラ入れたら死んでしまう。
うん、これで行きましょう。次の話はさすがに入れた方がいいかなと思いますけど、シュゼットも多分ここは大丈夫じゃないかな。眠くなっちゃった。おう、これ時間かけてポイント集めた方がいいのかな。魔力入ってますもんね、普通にこういう感じで。その外伝が3話まで終わった時にもう入れなくなってしまうと何もできなくなるんでね。とりあえず3話までは走っていきますけど、それ以降はどうなんでしょうね。うん、ほんとマイティーでよかったわ。だいぶはかどり力が違いますね。進行力が全く違うぞ。で、こっちか。ああ、かわいい。責任感強そうな感じの発言といいますか、声の響きといいますか、そんな感じしますね。宝箱もないかな。終わりよと。で、宝箱はもうなさそうですね。進みましょう。お願いします。でもう少しで30分いくから、もうちょっと進みたいですね。お、フィアーがいるな。次の戦いに備えましょう。備えましょう。ちょっとフィアーがうろちょろしているので、あれ再度倒して今回終わろうかな。でこのダンジョンの続きから行く感じでいいかなと思います。皆さんお怪我はありませんか。んーで、宝箱と、この回を回ってフィアーを挑みに行ってって感じですね。いや、どうなっていくんでしょうね、本当に。アナベルとディアドラの関係はね、かなり険悪な感じですけど、徐々にこうほぐれてくるんでしょうね。いろんな秘密とかが分かってきて楽しみだな。で、階段はここと。結構ダンジョン深そうですね。なので僕みたいにこうもうベリーハード周回していて、レベルもある程度あって、クリア自体もしているって方は、この1話でつまずくことはまずないと思いますね。ただ、まだ始めたばかりで、13章入ったばかりですという方は、結構厳しい戦いになるやもしれません。で、これ倒すか。ああ、こいつね。こんな強敵がいるなんて。オロラコースいらないでしょ。物理、これ貼っとく一応。華やかなる一撃。で、レベル50でマジックポイント200なので、多分そんなに伸びないですね、将来的に。うん。で、もう一回ぐらいいけるかな？ちょっと待ってください。24分ぐらいか。もう一回ぐらい行きましょうか？それともここで切りましょうか、一回。
じゃあ、あの階段の前まで行って切りますか。でも本当にね、アナベルちゃんは先ほど話させていただいた通り、マジックポイントがあんまり伸びない感じだと思うので、まあ、本当に対ボス戦特化のキャラっていう感じはしますね。一人いたらやっぱ物理と属性防御上げられるんで、しかも治癒付きっていうのが、まあスキルとしてあるので、まあ、一人で結構何でもござれみたいなところはありますね。で、今のところ、まあ、星5のキャラ自体がそんなに数いないんで、立ち位置どこって言われたら難しいところではあると思います。なので、今のところ確かに強いし、ボストッカーですけど、まあ、どのくらいの位置に、位置付けのキャラになるかっていうのは今後の追加キャラで決まってくるのかなと思います。まあ、サポートキャラとしてはかなり有能なイメージはありますね。で、次はこの階段を降りたところから続きやっていきたいと思います。さあ。で、3階と。何階まであるんでしょうね。なんとも。まあ、ベリーハードのダンジョンに追加されるのかな。ってことであれば、多分、まあ、長くても4階ぐらいかなとは思いますけど、どうなんでしょうね。急ブレイ。ちょっとでもマジックポイントなくなってきてんな、マイティ君。さすがに回復全くしてないですからね。勝ち時を上げましょう。ない。ちょっと回復しようかな、そろそろ。うん、ネロのレベルがバンバン上がってきますね。あ、あそこに。あそこになんかびっくりしてるやん。もうボスかもしれないですね、したら。なんかビームちゃん、増えたかな？増えた感じしますね、コメントが。はい、了解いたしました。一生ついてきます。今僕はこの途中からの動画を撮りながら、その前の動画の編集をパソコンにやらせていて、パソコンがうなりまくってます。大丈夫かな。もしウィーって音が入ってましたら申し訳ないです。なんとかね、こう最速でね、皆さんにね、動画をお届けできるようにね、頑張っております。パソコンも頑張っております。これマイティマジでちょっと気持ち回復しとく。多分大丈夫でしょう。結構十分すぎるぐらいですね。で、マイ、あ、ごめんなさい、マリエルもシャインガローでもつけときますか。で、 MP 回復するときはね、また今度動画でまとめようかなとは思ってますけど、まあ、バリアブルちゃんと、まあ、チェンジですね、使いながら回復しておけば十分かなと。で、多分そんなにマジックポイント回復全開にはしなくてもいいかなとは思いますね。多分大丈夫でしょう。で、マリエルのスキルセットをケアリーフからシャイニングアローにしておきましょう。ホーリーバース使ってもいいかもな。うわー、なんか怪しい。めちゃめちゃ怪しいとこつきました。剣と反応しそう。示せ。真実が知りたくば力を示せ。
ああ、なるほど。おう。力を示しましょう。何かが起きてますね。うん、やはりはボスですね。扉の芯。まあ多分そんなにビビる必要もないと思いますけど、これ強いよな。チームも入るからな。うん、まあ押し切っていい感じですよね。気にせず攻撃しましょうか。おやすみ。おぉ、1728。めちゃめちゃくれんな。扉の封印が解除されました。何か物語が潜んでそうですね。そこの方々これで一番終わりかな。余計な世話を焼いてくれたな、アルド。とことん付き合ってもらうぞ。うん、正式に仲間になりましたね。これで連れ回せる感じになったのかな、多分。お、幼女。はい、ということで第1話魔剣士ディアドラが終わりましたと。で、アナザーダンジョンのミグランス地下迷宮が解禁されましたと。で、より多くの地下迷宮の魔力を集めることができますと。いうことみたいですと。で、別撮りをしたんですけど、この動画と、前の動画。ただ、1話がさっと終わったので、これはちょっとつなげて、1本にしようかなと思います。なので、少し途中で、まあ前の動画ですね、途中で、変なところで切れるかもしれないんですけど、おそらく30分ぐらいの動画にできるのかなという感じですね。で、次、第2話、皆さんとまたやっていこうかなと思いますので、ぜひぜひ動画の方見ていただければ嬉しいです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんのLikeボタン、コメントお待ちしております。
また、ツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。